ハル大学はキングストンアポンハルに本部を置くイギリスの国立大学である。1954年に設置された。メインキャンパスは町の北西にあるコッティンガムロードにあり、一方小規模のキャンパスはスカボローの近くに位置している。メインキャンパスはハルヨークメディカルスクールのホームキャンパスでもあり、ヨーク大学とも共同のイニシアチブをとっている。また、写真のベンビルディングは、 大学の中心である。ロンドン大学のカレッジの一つであったユニバーシティカレッジオブハルはヨーク校によって1927年創立された。カレッジはハルシティカウンシルと地元からトーマス・フェレンスと GF グラントによって寄付された土地に建てられた。そして1年後にはピュアサイエンスとアーツ学部の最初の14学科が39人の生徒を迎えオープンした。 元々の大学の紋章は、アルジャノン・チューダー・クレーグによって1928年にデザインされた。シンボルは学問の光としての松明、ヨークシャーのバラ、ハルシモン章から、公爵の冠、リンコルンシャーのフラガリとト,トーマス・フェレンスの紋章から平和の象徴のハトである。これらのシンボルは後に、新しい大学のロゴが作られた時にも使われている。また大学で、 かつて詩人のフィリップ・ラーキンがブリンモア・ジョーンズ図書館の師匠をしていたことがある。フィリップ・ラーキン・ソサエティは現在、ラーキンを忍んで活動を続けている。また、警官詩人、アンドリュー・モーションや映画監督のアンソニー・ミンゲラなども働いていた。2000年、大学はユニバーシティ・カレッジ・スカボローを買い取り、それが春大学・スカボローキャンパスとなった。 大学はさらに2003年リンコルン大学のキャンパスの隣接した建物を買い取り拡大を図り2005年度から大学のウエストキャンパスとなったこのキャンパスは現在ハルヨークメディカルスクールとビジネススクールが移転したロードウィンベルフォースが1978年から1994年まで学長に就任し大学やロースクールの発展に力を注いだとして知られている 前官房長官であったロバート・アームストロングは1994年から2006年まで学長を務めた。バージニア・ボトムリーは2006年4月から学長を務めている。カレッジは1954年に直挙を受けた。これはヨークシャーで3番目であり、イギリスでは14番目であった。1960年にはブリンモア・ジョーンズ図書館が建設され、1970年には 拡張される。1960年代、さらに学部のビルディングが増築された。液晶技術、1972年、ジョージ・グレート・ケン・ハリソンが、常温利用が可能な液晶を、大学の科学研究室で開発し、電子産業や消費者製品で成功を見せた。この成果によって、春大学は、クイーンズ・アワード・フォー・テクノロジカル・アチーブメントを、初めて受賞した大学となった。 2007年に行われた留学生満足度調査において、春大学は56大学中、第2位にランクインした。また、国内学生満足度調査では3年連続トップ、10位入りを果たし、87%以上の卒業生が、学習体験、生活体験、支援サービスの充実度を上げ、春大学を勉強に最適な場所として推薦すると答えた。さらに、 学生時代の友人同士を再会させるウェブサイトとして極めて高い人気を誇るフレンズリーユナイテッドの最もフレンドリーな大学を選ぶ投票においても2年連続でトップ5に選ばれた。なお2 0 0に行われたタイムズハイヤーエデュケーションワールドユニバーシティランキングスでは279位にランクインした2008年現在22,275名の 学生が在学中である。1992年から2001年に実施した調査によると、春大学は20もの分野で優秀であるとの評価を受け、ドラマ、政治、アメリカ研究だけではなく、科学や物理学といった分野においても高い評価を受けている。2001年のリサーチアセスメント例では、音楽、歴史、英語、アジア研究、政治、法律、 地理の7科目が国際レベルの5と評価された。また2009年のザタイムズグッドユニバーシティガイドでは政治学科が国内第5位にランクインし、2011年のザガーディアンユニバーシティガイドでは科学科が国内第3位にランクインした。ありがとうございます。